はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。で最近ですね、僕マインクラフトの生放送をやってるんですけど、もしですね、もし今この動画を見てくれてる方で遊びに来てくれた方はここでねお礼を言っておきたいと思います。ありがとうございました。いやマインクラフトって本当に今までやったことなくて、やってみたらねめっちゃ面白いよねマインクラフト。でこの僕のねマインクラフトの動画をねぜひ見てあげてもねいいよっていう方は、あちょっと待ってこれ待って、これ一番右のマリオが勝ちっていうことじゃない？それずるくない？ちょっと待って、それずるくない？ちょっと、あ、いや違うっぽいな、なんかで、このまま右に行けばいいのか。なんで俺抜かれたの今、なんで俺抜かれたんだ。ジャンプ、待って、よし、これはこの状態でジャンプしたらダメだ。よし、オッケー、なんか俺だけ行ったけど、やった、よし、このまま行こう、やったなんか前の2人やられちゃったけど、俺だけ行ったけど、このままゴールなのか、やったまさかゴールできるとは思わなかったな。運がいい、めっちゃ今の運が良かった。でさっきの話の続きなんですけど、僕のねマインクラフトの動画をね見てやってもいいよっていう方はぜひねコミュニティの生放送の欄からご視聴ください。でもですね、今頑張ってね枠を増やしたいんですけれども、とても嬉しいことにですね、すぐ枠が、まあ、満員っていうのかな、満員になっちゃって入れないっていう方がいるんでですね、ちょっとそこのところはですね僕の方が謝っておきたいと思います。よし、このままジャンプしていきますか。下でいいの？いや上でいいのかな、上の方がなんか簡単だよね。あはは、待って、こっち行き止まりパターンっぽいぞ、なんか大丈夫か。あ、いや行き止まりじゃないっぽい。ルイージも後ろからついてきてるな。マリオが左下に現れた。でこのまんま、これ行き止まりだったらきついな。ほら行き止まりだ、マジかよ、あはははは、最悪だこれ。で僕のねマインクラフト生放送なんですけど、僕最初にも言った通り全然マインクラフトっていうのをねやったことなくて、生放送でみんなに教えてもらってばっかりなんですよね。だからぜひマインクラフトに詳しい方は今度ですね僕の生放送に来てぜひ教えてください。で生放送中は僕のね動画を見ると、動画説明文のとこらへんだったっけな、この人は今生放送中だよっていうところをクリックすれば僕の生放送に飛ぶことができるんで、そっからね来てくれたら嬉しいです。よし、 OK、 ルイージ一緒に行こうじゃないか。よし、ルイージ邪魔しないでくれよ、ジャンプ、よっしゃダメだ、あ、ちょ急いだな、これはね慌てたのがね原因だったな。待ってくれルイージ待ってくれ、まあいいや、これは行こう、これ一人で行こう。でジャンプ、あ、キノピオ乗ってる、あ、キノピコか、キノピコ乗ってる、マジかよ、俺行き方分かってたんだけどな。あー俺今来たのかキノピオ。で前の動画をね見た方はね気づいてくれたかと思いますが、前の動画をね4690でやめたんですよね。ちょっとプライベートでやったら3連勝ぐらいしてちょっとやめたんで、レートがね少しだけ増やすことができました。今日はね4800をめどに頑張りたいって思ってたんですけど、なかなかやっぱそうはいかないな。よし、このまま、あ、待って、よし、でクッパを倒せって書いてたから、うお、うお、ちょっと待ってマリオ待って、マリオ待って、よし、このまま行くか。で落ち着こう、しっかり落ち着いていきましょう。よし、オッケー、でジャンプ、これは俺の一人勝ちか、一人勝ちか。マリオだけはルートを知ってるっぽいか。よし、オッケー、でジャンプ、オッケー、これ持っていこうか。でジャンプ、あ、ま、待って、クリボーが危ない、よし、クリボーが危ないけどゆっくり行きましょう。よし、オッケー、これはゆっくり行こう、これはゆっくり行こう、よし、あ、危ない危ない、やった、これ勝ち確だ。よし、待っておきましょう。あ、ルイージそっちじゃないぞ、ルイージこっちだ、ルイージこっちだ、待って、クリボーが来る、クリボーにやられちゃう俺、待って大丈夫かな、よし
めっちゃ嬉しい今くらい。あー危ない。おー、キノピコが来た。ちょっとマリオがいないのが残念だけど、ありがとう。いいえ、ちょっと皆さん気をつけてほしいのが新型コロナです。本当に危険ですから、遊びに行くときや外出するときは必ずね、マスク、そして帰ってきたときには手洗いやうがいをね、欠かさないように習慣づけてくださいね。外に出ていろんなとこで遊ぶのは楽しいんですけど、本当に危険ですから、手洗いやうがい、そして消毒はね、きっちりやっていきましょう。よし、ジャンプ。あー届かね、マジかよ。マリオ勝ちかな。ジャンプジャンプ、オッケー、このままジャンプ。あー届くか、ジャンプ、もうちょいジャンプ。難しい。あの子、みんなでやり直ししませんか、送ってしまったぞ。よし、オッケー。で、ジャンプ。これ結構ね、ギリギリを攻めなきゃいけないな。よし、このまま。ジャンプ。なんで届かないのかな。え、なんで届かないの。あ、今気づいた。時間がない。うわ、このコースめっちゃ悔しい。やり直ししたい。もう一回したい。それじゃあね、どんどん続きやっていきましょう。まあ、さっきですね、みんなにコロナには十分ね、気をつけてくださいって言ったけど、僕福岡からね、大阪までね、飛行機で行くんですよね。どうしてもね、大事な用があって行かなきゃいけないんです。まあそんなね、僕のプライベートのことはどうでもいいってで話だから、ちゃんとね、このマリオメーカー2に集中しましょう。てか3人だな。てかマリオ邪魔しないでくれる。よし、オッケー。1番だ。これはジャンプ、オッケー。でジャンプで、このまま行くか。そう、抜かれた、抜かれたな。で、このままジャンプ、オッケー。危ない危ない危ない。よし、で、ジャンプ、オッケー。ちょっとラグいな、ゆっくり行こう。よし、オッケー。あはははは、マジかよ、音符ジャンプできんかった。いや、多分ね、絶対ラグのせいだよ、絶対ラグのせいだから。あれ、これもういけんくない。いや、テレサのタイミングを見ればいける。今だ、今だったらいける。ジャンプ。あー、キノピオが行ったな。やばい、これマリオ行かれるぞ。ナイスタイミングだ。で、このまんま、こんな感じか。よし、オッケー。で、登る。よし、オッケー。で、ここも行く。オッケー。この辺はね、気をつけなきゃ。まずいもんな。これ、全自動もしかして。そんな感じかな。よし、まあでも全自動かもしれないけど。嘘、ゴール目の前じゃん。あ、多分キノピオ行ったな。あー、多分これキノピオ行ったわ。もうゴール目の前だった。いや、絶対ラグがなかったら勝ててた。いや、本当にラグかったらね、ジャンプするタイミングめっちゃ難しいんだよね。音符ジャンプ、音符ジャンプっていうのかな。やばい、全然レート増えてないプラス2ぐらいしかなってない今。これで負けたら始めた頃よりレート下がるってことでしょう。それはやばいな。それじゃあね、これでラストバトルにしたいと思います。さて、ラストバトルは勝つことができるんでしょうか。ピオキングさん、どうなんでしょう。ここで勝てば今日の動画はね、プラスになるってことだから。よし、で、これは踏む。よし、で、このままジャンプしていくか。で、踏む、オッケー。待って、なるほど、そういうコースか。よし、どんどんね、オッケー。あ、待って待って、あ、俺俺マジかよ。うわ、めっちゃ悔しい。ほんと悔しいこれ。え、俺だけじゃん。くるくるくるって言って落ちてった。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。動画の途中でね、何回か言いましたけど、新型コロナには絶対ですね、気をつけてください。帰ったらうがい、手洗いを欠かさずやっていきましょう。それじゃあまたね。